んだが。ロシニョールさん、私カキは食べたことない。よ、どう。抽選での幸運を祈る。こういう日はどのイベントに足を運ぶべきか悩ましいわ。だって全部行くのは無理でしょ。抽選に行っておけば間違いないさ。今年はいい予感がするんだ。コロンビア抽選フェスティバルか。あそこに彼女がいるってことは。電報ですよ。ん？あなた宛てです。リュイットへ。カムストックの注意を引くな。それから77番だけは絶対に選ぶな。ルーデス。これは？いいお天気で。どうも。おめえ本当のことなんだ。酔っ払いのホラー話とはわけが違うよ。いいかい、あたしが言ってるのはビガーのことなんだ。それこそがミスター・ジェレミア・フィンクのご厚意によるあんた方への贈り物さ。さあさあ、バッキングブランコの驚異的な力をお試しあれ。ひょいっと上げてポイッと転がす。バッキングブランコがあれば楽々。あんたライフルは使えるかい。あんたもコロンビアに貢献したいだろ。だったら腕の見せ所だ。デイジー・フィッツロイとその仲間のボックス。いいぞ。あと少しだ。アナーキストのデイジーだ。さあ、よーし、ボーナス獲得。まさに文句のつけようがない射撃の腕前だ。ボックスをやっつけ、デイジーもやっつけた。これは報酬は弾まないわけにはいきませんね。それどうしたんだ。ええだろ、うちの班に支給されたんだ。スカイラインのボックス狩りには最高の装備が必要だってことでな。お前んとこ欠員ない？俺もボックス狩りやってみたいよ。なんだと。1912年の抽選会を始める。 あなたも。悪いが買う気はない。バカね、ただに決まってるじゃない。そんなことも知らないの。77番。 77？ ラッキーナンバーね。幸運を祈るわ。くじを持ってこい。いやはやコロンビア一可愛い女の子じゃないか。よし、では当選者のナンバーは77番だ。こいつは驚いたな。77番、こっちに来て商品を受け取りたまえ。一投目だ。お願いだから、こんなのやめて。全部私の責任だ。そうだろ、だから頼む。この通りだ。どうした、投げないのか。いい見せ物だ。
頼む。おやおや、恥ずかしがり屋のようだな。そりゃなんとかせんといかん。こいつはお前にくれてやるぜ、クソ。いいか、待て。やつ。で、この委員はどこで手に入れた？それが卑劣な偽りの羊飼いの印だということを知らんのか？偽りの羊飼いを野放しにするわけにはいかん。思い知らせてやるがいい。偽りの羊飼いが我々の子羊を惑わせに来たぞ。暑いな。どういうことだ。預言者のためにやったよ。ああ、やれやれ。燃え尽けろ。死ねる気だよ。
にもう一つスカイラインがあるようだな。あと少しで手が届きそうなんだが。城前破りの技を試してみないか。簡単すぎてあくびが出ちゃう。完了よ。襲われててすっかり忘れてたわ、ブッカ。ところで、あっちに使えそうなものがあるわよ。危ない。あなた誰なの？俺はデュイット、味方だ。
助けに来た。出ていて。人間なの？もちろんだ。あいつだわ。早く逃げて。なぜ？見つかったらひどいことになる。ちょっと待って、今着替えてるの。俺が逃がしてやる。無理よ、探したけど出口がないもん。ねえやめて、すぐ行くから。ちょっと待って。これならどうだ。何がどうなの？これで逃げられるけど。どういうこと？貸してちょうだい。何とかする。あなたは誰？どうしてここへ？こっちよ、さあ。一体何だ？ボタンを押せ！何なのこれ？監視されてたの？ずっと前から。なぜ？どうしてそんなことするの？私は何なの？まずはこの塔から無事に脱出するんだ。娘を連れてくれば借金は帳消しだが、滑り出しはさほど悪くない。
なぜ俺がここに来たと思う？膨れ上がった借金を返済するためさ。デュイット、お前はどっちに味方なの？さあな、分かってるのは一つ、先に抜かなきゃ。どちらに転んでもお前は殺し屋なのだ。これはどういうことだ？こいつは効くな。仲間が必要だ。あれは？いや、何か出せるかも。さっき見たものがどうにも信じられん。あんなものを使っていたらそれこそ死期が早まるぞ。ミスター・デュイット、問題発生みたい。受け取って。ありがたい。捕まえて、離して。よしやろう、全部ぶち壊そう。